早くも本格的な花粉シーズンを迎えています。花粉症といえばくしゃみや鼻水、目のかゆみなどが代表的な症状ですが、皮膚に出ることもあるんだそうです。皮膚の症状は花粉症の症状がない人でもかゆみや炎症が生じることがあるそうです。その症状は花粉皮膚炎。くしゃみや目のかゆみのような症状がない人でもスギ花粉などによる花粉皮膚炎を発症することがあるそうです。スギやヒノキなどの花粉で起きる花粉症には、鼻や目の症状だけではなく皮膚に花粉が付着することで刺激となってかゆみや炎症、湿疹などが起きることがあります。目や口の周り、頬など皮膚の薄いところ、額や首など露出している部分、そして乾燥肌や肌荒れのある部分で起きやすいそうです。かゆみや炎症が生じると痒くてかいてしまい、さらに炎症が悪化することも少なくないため注意が必要です。花粉対策や正しいスキンケアを行っていても改善が見られない、あるいは炎症やかゆみが強くなるときは我慢をせず皮膚科を受診するようにしましょう。春は季節の変わり目や環境の変化などで肌のコンディションが揺らぎがちです。ウェザーニュースのニュース記事にはスキンケア方法も掲載しています。ぜひご覧ください。